こんにちは、メグです。本日はバーチカルブラインドの洗濯を動画にしていきたいと思います。我が家の掃き出し窓にはバーチカルブラインドがついているんですけれども、今日はそちらのバーチカルブラインドを紹介して、お掃除していきたいと思います。我が家入居した時は掃き出し窓は普通のカーテンだったんですけれども、1年半ぐらい前に自分で、インターネットでブラインドを買ってバーチカルブラインドを設置しました。でそこからね、まだ実は1回も洗ってなくってめちゃくちゃ汚いので、多分今日は汚れがいっぱい取れるんじゃないかなというふうに思います。初めてなのでね、ちょっと失敗するかもしれないんですけど、やっていきたいと思います。それではスタート。こちらがリビングの掃き出しについているバーチカルブラインドになります。我が家は旗竿地なので、外からの視線をあまり気にしなくてもいい場所にこの窓がついているので、バーチカルブラインドはダブルタイプではなくてシングルタイプを設置しました。ちゃんと閉めるとこんな感じになっています。我が家が使っているのはバトンタイプなので、ここについているバトンでこうくるくる回すと開けたり閉めたりできるような感じになっています。全部開けたいときはこのバトンを持ってこう動かすと開け閉めすることができます。これはね、バトンでなくて紐っていうのかなとかにもできると思います。我が家のバーチカルブラインドは紐がついていないタイプなので、こんな感じでゆらゆら動くようになっています。なのでね、この動くのが気になる方は紐付きにできるので、紐がついているタイプにしたらいいかなというふうに思います。我が家は小さい息子たちがいるので、このブラインドを触ったりして結構遊ぶことがあるので、紐がついてると紐がちぎれてしまったりする恐れがあるので、あえて紐なしを選びました。では早速お掃除していきたいと思います。まずはこのブラインドの中に金具が入っているので、金具を取り出そうと思います。こんな感じで金具が入っているんですよね。この金具を取ってしまえば中には何もない状態になっています。こんな感じで下の金具を全部外していきます。続いて上の金具部分を取っていきたいと思います。こう持って手前にね、こうやるとバチッと取ることができます。こうね、持って前にパチッとやると外れます。こんな感じで全部外していこうと思います。で今全部ブラインドを外しました。で上の部分がこんな感じで、中に金具が入っているんですけど、金具っていうのかな、プラスチックの何か入っていて、こうずらしていくと中に入っているので、これも全部外していきます。ちょっとえらいことになってる。すごい量、これめっちゃ汗かく。ささっと取っていきます。こんな感じでくるくると回してとまとめにしておこうと思います。こんな感じでひとまとめにしました。多分なんかで結んどいた方がいいかな。これ多分紐があれば紐でちょっと固定しといた方がいいかも。でこの子たちを消し付けします。入れてきます。でこのね、ブラインドが隠れるぐらいまで、置き汁を入れてもいいんですけれど、ちょっとなんかもったいない気がするので、ちょっとタオルでね、落とし蓋を、落とし蓋っていうのかな、なんだろう、なじませていこうと思います。タオルもね、綺麗になるし、一石二鳥かなと思います。こんな感じで30分からどうだろう、3時間ぐらいかな、私は1時間置いてみたいと思います。今1時間ぐらい経ったので、このお湯を抜きます。
これダイソーのピタットなんとかってやつで、このお湯をためる時の栓代わりに使っているんですけれども、これを使ってやってもお湯が抜けてしまうって方もいるみたいなんですけれども、私は今のところこれで失敗したことは多分ないと思います。でさらに洗濯をするのでネットに入れます。私はこの靴を洗う時に使うネットに入れてやろうと思います。多分大きめなネットよりも小さめのネットでぎゅうぎゅうに入れた方がいいかなというふうに思います。私はこのネットに2つずつ入れてお洗濯しようと思います。なるべくこのねキュッとしといた方がいいと思います。このネットが大きすぎると中でねブラインドがバラバラになっちゃうと思うので、こんな感じ、これを洗濯機に入れてきます。で普通に洗剤を入れて、濃度がね多分弱めのがいいと思うから、まあモード柔らかっていうモードでお洗濯します。今洗濯が終わったのでネットからブラインドを出して真っ白で金具をつけて戻していこうと思います。と取り外した時同様こちらを中に入れてきます。こっち向きに入れてきます。こんな感じで、反対側はこっち向き、このくぼんでる方をこんな感じで、こういう風ですね、全部こんな感じでつけていこうと思います。金具を取り付けたら戻していきます。これねこっちが裏でこっちのツルツルの方が表なんで、こう締めるので向きを合わせて取り付けていきます。取り付けるときはこう上にカチッとやるだけです。こんだけで取り付けます。開いてるときはこっちでバトンを回してこっち向きで、こっちがツルツルな方になるように合わせて全部取り付けていきます。もう一個ちょっとアップで取り付けます。こっちのデコボコがない方をこっち、凸凹がある方を裏。ご家庭によって取り付け向きとか違うと思うので、ちょっと合わせて取り付けてみてください。今全部つけ終わりました。こんな感じで、ブラインドを外してお掃除しました。いかがでしたでしょうか。もうめちゃめちゃね汗だくです。置きし付けをする際は、置きしクリーンの濃度だったりとか、つけ置きする時間帯に、気をつけないと、傷んだりとか変色の原因になるので気をつけてください。とりあえず今回は、シンクにおきしをカップ3入れて60度のお湯で1時間つけ置きしましたが、我が家はとりあえず変色もなく無事に綺麗になりました。今日はもう濡れたまんま、そのまんま、取り付けて自然乾燥という形にしたんですけれども、折り目だったりとかシワだったりとかそういうのが気になった時は当て布をして、アイロンをしてシワを伸ばして取り付けた方がいいかなというふうに思います。あとお洗濯する場合は、ウォッシャブル対応か確認してやってみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださった方は、グッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。